なるほど。とりあえずこれで人化人の生態については理解できた。しかし肝心のヒロキュス伝説の謎は深まるばかりだ。おそらく最初に見た人とペガサス像、あれは間違いなく何かしらの神を祀ったもののはずなんだが、あそこに銅像があるけれども、あれは何なのか知ってる？人にペガサスが乗っかってるようで乗っかっていないという、まあ素晴らしい、はい、です。何なんですか？知らないですね、そんなの。あの人とペガサスの人って大熊さんなのかな？こうあれみたいな感じなのかね。ビーフリーみたいな。ビーフリーみたいな。トコキャンには七不思議っていうのが、はい、先輩から聞いたことがあって、1年に1センチずつ伸びてるっていう。あ、だんだん学年を追うごとになんか長くないって感じますか？俺ね、そう、アホだろうと思ったんだけど、3年生の時ちょっと長くなったかなって、ね、去年と比べて長くないって、ね、なんだろうね、わかんない。節電しましょうみたいになってたじゃん。 あの像だけなぜかライトアップがされてていや、あんま詳しくはなんか聞いちゃダメみたいな、そういうのが絡んでるからちょっと聞いちゃダメっていう、そういうのがあるんで、知ってはいけないみたいな、卒業できないみたいな。ふーん、こいつはますます怪しい。だってあれだけ仰々しく祀られていながら原住民ですら知る者がいないとはこれいかに。そもそもペガサスの上に乗っかってた彼は一体何者なのか。我々の時代に発掘した時にはあんなものはなかったからね。これはちょっと調べてみる価値があるんじゃないか。ふーん、夜はまた一段と趣深いな。こいつは絶対何かあるだろう。ひどいノイズだな。昼間はこんなことなかったのに。さてと、どこから調べようかな。うわうわうわう、なんだあれは。ジェネシス計画？ん？これはこの像か。これ神を祀った像じゃなくてロボットなのか。何のために。いやでも肉体は完璧だったんだよ。あとは人工知能が自我に目覚めるのを待つだけのはずだったが、そいつは大間違いだった。コンピューターが計算で弾き出した自我とは別に、心、魂、精神、まあ呼び方は何でもいいが、つまりそういうものがなければ奴らは結局ただの機械に過ぎない。結果 A から G 世代は人工知能の暴走で失敗、計画は中止だ。だが上層部は H 世代の試作機の存在を知らない。これだけは何としても死守せねばなるまい、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 なるまい。え？いや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 、今え？私の名前が、まさか。なんでこった。我々は何世紀もの間自分たちを人間だと思っていたが、我々を作った神こそが人間で、我々はヒューマノイドだったのか。しかも我々の進化そのものが古代人によってプログラムされたものだったなんて。お前が。いや待てよ、ってことは人化神話のヒロキュス伝説はこのヒューマノイドの試作機を人間から解放したってことか。一体誰が。私か、私か、私の心を転送しろってことか。いや待て待て、焦るな。私はどうなる。確かに我々の時代には心の移植も可能になったが、心を失えばただの肉塊、非なスクラップが。しかしそうしなければ我々ヒューマノイドの存在自体がなかったことに。いやでも、ああやってしまった。いやまあこうするより他に仕方ないでしょう。実際ヒューマノイド世界の存亡の危機を救えるのが私しかいないんだからな。はあ、にしても我々の時代に本来の人間が生きていなかったのはなぜだ。絶滅したのか。確か神話には、うっ、